今日からはですね、NBA 師範学校と、ちょっと大層な名前を付けましたけれども、まあ、私 NBA をですね今シーズン終わった時点で50シーズンも見たということですんでですね、無駄に長い、長生きの証拠、そしてですね今後はもはや、自分が知ってることをですね若干遺言っぽく若い NBA のファンの皆さんにも伝えられたらいいかなっていうふうに思いまして、まあ、奥野さんのね話とは別に NBA 師範学校ということでこのバスケットボール虎の穴の中でですね NBA の話題を中心に紹介できたらいいなと思っております、よろしくご付き合いいただけたら嬉しく思っております、さてですね今回まあ最初としてですねまあ私らしい話ということもあるんですけれどもちょっとね、NBA ってどんな風な革命的な出来事が起こったのかということをお伝えしたいと思っています。よくね、この NBA の革命児とかですね、歴史的な出来事みたいな動画を YouTube で上げてらっしゃるね若い方々もいらっしゃいますけれども、私はね私なりの視点で、まあ、無駄に長いキャリア、これをですね生かしながら皆さん方にねいやこういうことってあったんだよねみたいなお話をしていきたいと思います、それではですねまず最初に今回お伝えするのがですね、この方ですねはい、ジョージ・マイカンです、まあ、NBA がですね1946年47年シーズンから始まったんですけれども皆さん方ね多分ご存知ないと思うんですけど昔の NBA って大きい選手は役に立たないっていう時代がねあったんですよ。つまりですね大きい選手ってどうしても敏捷性だとか技術っていうところに劣るというふうなところが確かにあっていわゆるねウドの大木的な扱いをされてた時代っていうのが結構あるんですよ長くね。その時にですねそれらを覆すべく登場してきたのがこのジョージ・マイカン 2m8cm 当時としてはですねありえないほどの長身のセンターなんですけれども。この方がですね、颯爽とディポール大学に現れたんですね。ところがですね、このジョージ・マイカンという人も実際にディポール大に入った時はですね、それほど大きいけれどやっぱり動きがなみたいな、あるいは技術がなみたいなところがあって、あんまり期待されていなかったんですね。でそこでねディポール大のヘッドコーチの方がこのマイカンは素質はありそうだからちょっと鍛えれば良くなるんじゃねみたいにですねちょっと思ってですねまずは長身選手といえどもフットワーク大事だよねっていうところでフットワークを鍛えさせたその方法がですねなんとダンスホールに行って女性とダンスをしながら細かい足さばき優雅な足さばきをこういうふうにマスターできればねそれは強みでしょみたいな感じになったんですよ。これがね1つ目そして2つ目として今度はマイカンドリルというのを開発したんですね。で今こちらにちょっと図を出しますけれども今のフリースローレーン制限区域ですねペイントエリアですねそれと違って昔はですね非常に細いこの制限エリアだったんですよ。なのでねこの形から鍵穴に入れるんで今でもトップ・オブ・キーとかっていう言葉が残っていますけれどもこういったね細いこの制限エリアを活用するにはゴール下の近いところにセンターがポジションを取ってローポストですよねでそこで右手左手で、至近距離からフックショットを狙うというのがこれは一番効果的だろうということになったわけです。でこの絶好の選手がジョージ・マイカンで、マイカンにね、右手左手右手左手交互にゴール下でのフックショットを決め続けさせる技術というのを練習させた。これがね今でもバスケットをやったことのある人はみんなレイアップの練習でやりますけれどもマイカンドリルっていうふうに呼ばれている非常に有名なねバスケットボールのシューティングドリルなんですよ。でこの2つをマスターしたこのジョージ・マイカンはあっという間にマイカン無双ですね。無敵の状態を発揮して、全くなすすべなかったであまりに圧倒的だったのでこれはルール変えないとまずいよねって話までなったわけです。するとまず大学時代に常時毎環対策で作られたルールが今でも使われているゴールテンディングのルールなんですね。つまり当時はですね、ゴールの上でボールをはたき飛ばせる、1回はできるかもしれませんけれども、連続でできる選手が現れることは想定はしてなかったんですね。そうするとジョージ・マイカンがね、ゴール下でディフェンスをしている時にゴールのところに来るボールを全部こうやってはたき飛ばしてしまえばですね、これはもう完全に全てのシュートを防げるということが起こっちゃうんでね。これがね、有名なマイカンルールの一つなんですね。これがゴールテンディングルール。まずこれができました。さあ、この圧倒的なジョージ・マイカンですけれども、最初にいたリーグがですね、当時の NBA の別にあったプロリーグ、NBL というところにミネアポリス・レイカーズというチームに所属してたんですね。で、このミネアポリス・レイカーズが48、49シーズンにBAA バスケットボールアソシエーション・オブ・アメリカで今の NBA の前身となるリーグですけれども、そちらに加盟したんですよ。でこの時にですね、ミネアポリス・レイカーズとジョージ・マイカンが NBA に加わったということです。でこれ加わるや否やですね、ジョージ・マイカンの威力は圧倒的で、このあとですね NBA のチャンピオンをマイカンがいる間に4回も獲得するという圧倒的な優位さ、これを発揮したんですね。でここで皆さん方が知っているバスケットボールの世界が出来上がりました。バスケットボールは大きい選手が有利、大きい選手がいると強いよねという話です。この原理を作ったのが何を隠そう、このジョージ・マイカンという人とそのマイカンがですね、成し遂げたことなんですね。でジョージ・マイカンはあまりにも圧倒的だったので NBA でもルール変更が行われました。まあ、マイカンドリルの時に説明したようにペイントエリアが細かった NBA もですね、細くて鍵穴の形をしていましたが、これをですね幅を広げてマイカンのような大型選手の優位さを防ぐということをしようというのが1つ目です。次にですね、今度は24秒ルールっていうのができたんですね。これはですね、マイカンを相手にすると勝ち目がないんで、唯一マイカンに対抗するにはこのゴールへの移動の回数、オフェンスの回数を減らすのが一番効果的ということで、当時はねボールを何秒でも保持できたわけなんでシュートしないというオフェンスをですねするようにしたんですね。こうするとこのマイカンを活かせる機会が減るからです。でとうとうですね NBA で当時19対18という試合が出てしまって、これはね観客がみんなブーブー怒るわけですね。こんなんじゃ見てらんねえよと、金返せという話ですね。まあ、誠意を見せろとかよくね凄む DQN の方いらっしゃいますけどですね、こういったことがですね当時も起こりまして、これじゃあリーグの興行に影響を与えるよねっていうのでできたのが24秒ルールです。これは両方のチームが60回ずつ、つまり、1試合の中で120回のオフェンスの機会を、両方のチームが、60回ずつ得られるということで設定された時間です。こんなことまでね、設定されてマイカンが NBA のルールを、あるいはバスケットボールのルールを3回も変えてしまった。これってまさに革命的でしょ。こういうのはですね、まず最初に NBA 最初の革命児として皆さん方にね覚えておいていただきたいことなんですよ。でマイカンとミネアポリス・レイカーズはその後4回も優勝しましたけれども、なんと驚くことにですね、マイカンは53、54シーズンにわずか29歳の若さで引退してるんですね。この辺もね当時はバスケットボール選手って30になったら使えないよねっていう大前提があったからです。その後ねマイカンは1シーズン引退していた後55、56シーズンに復活したんですね。引退から復帰しました。つまりですね、ジョーダンがやらかした反祖的なあの出来事をですね、実は NBA 創世記の実はジョージ・マイカンもやらかしてるんですね。で55、56シーズンに1シーズンだけ戻ってきましたけれども、結局ねそのシーズン1シーズンだけ、まあ、やはり全盛期を過ぎていってですねプレーして引退、ただ31歳の若さなんですよ。とまあね、こんな感じで一番最初に NBA で革命を起こした人誰って言ったら、それはゲームの本質、今までちっちゃかった選手が有利だった NBA っていうのが大きい選手が有利というふうにね今日につながる価値観を作り出したこのジョージ・マイカンという人をねぜひ忘れずにいてほしいなというふうに思っております。はい、シーハンでございました。